はい、どうもこんにちは、タクトです。今回なんですけど、前回の動画で紹介しましたホンダの CB400 スーパーボルトールを使ってね、今回は走行のインプレッションをしていこうと思います。イエーイ。CB400 スーパーボルドールといえば、やっぱね、教習車ってイメージがものすごく強いじゃないですか。あの CB400 スーパーフォアの方で、やっぱり教習車っていうだけあって、もう本当に優等生バイクなんですよ。だからもう本当にあのひし形の五角形で例えると、もう本当にね、バランス型っていう感じのバイクで、低速域もトルクがあるし、で6500回転以降からね、VTEC に入るんで、高回転域もね、ものすごく効率が良くなってるバイクなんですね。本当にもうね、隙の見つけようがないというか、本当にもう完璧すぎるバイクですね。でね、僕前、ハーレーダビッドソンの X35 に乗っていたんですけど、メーターがちょっとね、気になるなっていうのがちょっと一つあって、350のメーターの動きなんですけど、若干スピードメーターがね、上がるときにちょっとカクつくんですよね。ガガガガガガガって。やっぱホンダのバイクっていうか、日本のバイクはね、そういうなんかモーター系っていうのかな、がすごい多分精密に作られているんでしょうね。もうすごいね、針がスムーズなの、シューンって。だからそれは本当にもう国産だなっていうのがちょっと一つ気づいたことがあって、メーターの上がり方がね、全然違うね。本当にもう X350 はなんかもう痺れてるような感じで、なんかビリ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 って、なんか振動で針が痺れちゃってるような感じがして、ビリ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 って感じで上がっていくんですけど、やっぱしっかりしてるんだよね、国産って。あとこの回転の上がり方がね、ものすごいスムーズ。本当にもうなんかモーターのようなね、回転の上がり方なんですよね。なんかもう変な隙のないような、癖のない回転の上がり方っていうのかな、スーンスーンスーンって感じ。本当にもう完璧で、僕がこのバイクに乗るのは中型免許取ったぶりなんで、当時が16歳かな。なんでもう何年ぶりだ、5年ぶりかな、6年ぶりか、6年ぶりくらいに 乗ってるんですけど、マジで懐かしいすごい懐かしい。やっぱあの当時ってもうすごいバイクが大きく見えて、 CB400 でかいみたいな、本当に大きかったんですけど、今となってはもう可愛いもんですよねなんかもうちっちゃいみたいな、何これおもちゃじゃんみたいな。あの当時はものすごく大きく感じたんですけど、やっぱ大型っていうか、ハーレー乗っちゃうとやっぱ小さく感じちゃうんですよね。私やっぱ値段もね、すごい今上がってて、僕が当時高校生の時はね、多分どのくらいだろう、中古レもう多分70万とか、安いやつだったら40万円とか言ってたんですけど、この CB はね、100万超えちゃうんですよね。すごい高い。まあでも高いなりにちゃんとね、スペックっていうか、まあ、性能ですね、がちゃんと追いすぎてるんで、確かに納得だなって感じなんですけど、これちょっともう高校生は買えないねまあ買えないこともないけど、結構ローンってか長くスパン組まないと今日買えない感じだよね。でこの CB がね、2017年モデルの NC42 かな、の中期かなモデルなんで、本当にも新しいモデルなんですけど、本当にもう隅々までしっかりしてる。このサウンドもたまらないよね、この感じ。それプラスね、ホンダさんといえばね、この VTEC が装着されているんで、ちょっと後でね、VTEC を入れてみようと思います。右よし、左よし、スムーズー、すげえスムーズ。ハンドルの位置がね、かなり高いんで、これはもうね、疲れる要素がゼロ、本当にゼロ。お、ハヤブーサー、あれ新型じゃん、かっこいいね。もうまるでね、白バイ隊員になったかのような感じですね。やっぱ CB でやったら白バイのイメージが強いんで、VTECの音、いやーマジで最高本当に楽しい。このバイクはね、中型バイクなんですけど、もうこれはもう大型のツーリングいけちゃうよね。この加速でこの安定感だったら、本当にもう大型の中でも混ざっちゃってもね、全然問題ない。
このどっしり感がいいよね。またこの俺様だぜみたいな感じのさ、ポジションでね、ここにね、あの小物入れがあるんですよ。ほら見えるかな、小物入れ。こっちもあるの。今ちょっと影かかっちゃってるんだけど、これすごいよね。本当に便利。本当もうなんかグローブとか入れるときもすごい楽ですよね。ヘルメットはあのヘルメットホルダーがあるんでいいんですけど、やっぱグローブってね、置くとこないじゃないですか。なんか高いグローブとかだと本当になんか盗難とかも怖いし、でましてや電熱グローブとかさ、すごい高いじゃん、2万円とか。でそういうのやっぱさ、このタンクの上とかさ、シートの上に置いとくとさ、ちょっと怖いじゃん、やっぱり。そういう時にやっぱね、この影がついてると安心ですよね。本当にもう懐かしいしか出てこない。もう感動です。なんか本当にもうあの頃を思い出しますよね。これで初めてバイク乗ってさ、教習所でもう怖くて怖くて、ハンクラって何みたいな。最初どうやんのみたいな、でプスーみたいな演出を超えてさ、いや懐かしいよね本当。で V テックって何かっていうと、要は6500回回転まではバルブが2バルブなんですよ。だからまあ要は低速域がトルクがある感じで、本当に演出しない感じ、本当にもうライダーにね合わせてくれる感じがあって、で6500回転以降はバルブが4バルブに切り替わるんですよ。そうなるとやっぱ空気の道が増えるんで、より効率的にねエンジンが回ってくれるんで、まあ、加速がすごいと。ただずっとそのままだと、あの低速域にあのトルクが抜けちゃうんで、やっぱ演出とかねしやすくなっちゃうんですけど、また低速時になると2バルブに切り替わるんで、低速トルクもね補えるっていうね、もう本当に神バイク。ウォーホー、この音がいいよね。あーんって音が、まさに V テックの音。でこのインジケーターがねすごい見やすいね。このギアが分かるのがめちゃくちゃ見やすい。このレスポンスよね。マジで神。本当にもう発進がねすごいしやすいね。低速トルクがねすごい。全然エストしないもんね。ほら、あエストした。さすがに。でこのバイクはマフラーは変わってないんですけど、純正マフラーなんですけどね、音がすごい低い。重厚感がものすごいんで。お、V テックタイム。ウフー、気持ちいい。このね切り替える瞬間が気持ちいいよね、 V テックに。これこれこれ。いやーマジで気持ちいい。トルクがすごいね、これこれよこれ。うえで、この CB はね2020年かな、生産が終了しちゃったんで、もうね新しく出ることはないんですけど、今もすごいよねこのバイクの性能が。初期の CB と比べたらだいぶ性能アップしてますよね。安定感というこの回転の流れ方がさ全然違う。でタンク容量はもう18リッターぐらい入るんで、もう何にも心配ありませんね。でしかもガソリンメーターもついてるんで何も心配ない。本当にツーリングとかも何も問題ないです。曲がってくる。これね安定感がすごいから、これでやりましたね一本橋とか。こいつすげえな。なんかこいつすごいことになってるよ。やべえ、やからな。川崎こえー。やばい、カメラの充電が切れそう。うわっふー。いいね。うわー、やばい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 。でなんかスーパーボルドールあるあるみたいので、ニュートラルに入りづらいっていうのが聞いたんですけど、このバイクはニュートラル入りやすいね。スコスコ入る。たまたまかな、個体差なのかもしれないですけど。レッツゴー。
うわタバコ吸って、うわタバコ吸ってるこいつ、うわくさ。そう、僕あのね、大のタバコ嫌いなんでタバコアンチなんで、本当にタバコ嫌いなんですよ。本当もうね、まだタバコ吸ってるのはいいんだけど、あのタバコを外に出すやつがマジで許せないんですよ。窓から腕出してタバコ吸ってるやつ本当に嫌い。臭いしさ、あの灰が飛んでくるんだよ全部こっちにブワーって。あれ本当も勘弁してほしいよね。あれに関してはタバコ吸ってる人でも嫌だよね、バイク乗ってる人だったら。車とかもさ、あの洗車した後にさ、あれやられるとさ、マジぶっ思うよね。というわけでね、もうマウントの付けどころがないというバイクでした。はい、というわけで今回紹介しましたホンダ CB400 スーパーブルドールだったんですけど、もうね、完璧なバイクでした。もうマウントのいいところがありません。パーフェクト。でもこのバイクはあのね、アルファライドのオーナーのバイクをちょっと借りてる状態なんで、この車体はちょっとね購入はできなくなってるんですけど、本当にいいバイク。というわけで今回はね、こんな感じで動画終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。でね、動画がいいなと思った方はね、高評価と、あとコメント欄でもね、乗ってほしいバイクとか行ってほしい場所があればね、いつでもね、受け付けているんで、コメントもね、お願いします。で、アルファライドのホームページはね、動画の概要欄に載ってありますので、こちらの方もね、チェックお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。